円楽等の看板を掲げた、旧和仏ビル三つぐみ立花は、窓科学一門の縄文である五代目円学一門会は、五代目三遊亭窓科学の弟子と、その一門による、落語家団体。前身は1980年2月1日に五代目円楽が一門弟子と共に設立した、第二本落語墨例会。1978年の、 落語協会分裂騒動で五代目円楽が、師匠六代目、三遊亭円章と共に、落語三遊協会を創設するも、翌1979年に円章の死去により、解散。六代目、三遊亭円章の時期で子たちは、円章未亡人や、遺族の仲介で、落語協会に復帰するが、五代目円楽及びその一門のみは、復帰せず、単独で、 大日本落語スミレ会を結成した。落語参入協会会参事の落語家のうち、約半数がスミレ会に参加したことになるが、組織的なつながりはない。1985年に落語演楽等と改名、1990年からは演楽一門会と称している。同団体は落語協会離脱の経緯から、鈴本演芸場、 新宿末広亭、浅草園芸ホール、池袋園芸場で、上席工業を持つことができず、大体として、1985年に五代目円楽が、資材を投じて、寄せ若竹を設立し、上席工業を行っていたが、様々な事情からわずか4年で閉鎖された。現在は、長屋昭治が所有する、 お江戸両国庭で毎月1日から15日に両国寄せとして一門の落語会を行っている。東工業は演学一門会のほか三女出演という形で六大目演学が客員として加入した落語芸術協会。ほぼ同じ経緯で落語協会を離脱した落語立川流に加え情報落語協会。さらにはかつて所属していた落語協会所属の落語家。 色物芸人も多数出演している。このほか、亀戸梅屋敷でも亀戸梅屋敷寄せを行っている。開催日は、火曜から金曜の間に不定期であり、月に10日前後である。こちらは、他団体の出演のない純粋な五代目演楽一門の工業である。また、浅草東洋館での東京演芸協会を呼び、 ボーイズバラエティ協会の定席工業にも1から2名程度出演することがある。前述の通り、都内4定席での工業を打つことはできないが、新宿末広亭浅草園芸ホールではあまり一揚として一門の特別工業を行うことがあり、特に近年では7月31日に行われる浅草園芸ホールでのあまり一揚で三遊楽語祭りと称して、 縁学一門会と落語協会所属の縁窓縁城一門による合同工業を行っている。2020年現在、五大落語家団体の中で唯一女流落語家が存在しない団体である。チラシの寄せ文字、めくりなどは寄せ文字立花流の立花右女次が手掛けている。2007年、五代目縁楽が講座からの引退を表明して最高顧問となり、 総領弟子、大鳥学が、会長に就任し、これに、一門の幹部として、高楽、園立花、楽太郎を加えた四人による、事実上の集団指導体制へ移行した。ただし、五代目円楽自身は、完全に落語界から消えたわけではなく、その後も、がんなどを患いながら更新の指導を、主な活動とし、なおも影響力を保持していた。しかし、 肺がん、脳梗塞を再発し、最後の弟子である大楽の新内昇進から1ヶ月も経たない2009年10月29日に死去した。円楽一門会は、五代目円楽と同様に、落語協会から飛び出した七代目、立川男子が率いる落語立川流と同様、中心人物である五代目円楽の知名度と、カリスマ性によって団体が維持されてきた面は、否定できず、 五代目円楽が倒れた際には芸能マスコミなどで団体の存続について少なからぬ噂が飛び交うなどということも見られ今後の方向性に注目が集まっている2009年11月21日に東京会館で行われた五代目円楽のお別れの会の席で従来からの円楽一門会を五代目円楽一門会とする方向でいることが 明らかになった。2010年3月には、楽太郎の六代目円楽襲名披露工業が、桂歌丸会長率いる、落語芸術協会の協力を得て、上席である、新宿末広亭などで行われ、六代目円楽のほか大鳥楽、高楽、縁立花などが出演した。同年10月28日の5代目円楽一周期において、円楽から歌丸に対して、 演楽一門会の落語芸術協会への合流の申し入れがされたが、芸協内では人数の問題や寄せで修行していない落語家が加入することに根強い反対意見もあり、2011年6月の総会でも賛成派は歌丸と三遊亭子ユーザだけであったため、否決された。その後、2017年6月に演楽が単身で芸協に 客員として加入し、円楽一門会と並行して活動することとなった。それに伴い、正式な協会員ではないが円楽の大縁あるいは、ゲストとして、高楽、愛楽、王楽、健康、一万立花などが芸協の定石工業に出演する機会が多くなっている。一門の弟子の講座名の傾向として、五代目円楽門家と六代目円楽門家は、楽の文字、 大鳥楽門家は、大鳥の文字、高学門家は、吉見の文字、窓か立花門家は、立花ないしは、吉の文字がほぼ入っているというのが挙げられる。前述の通り、縁額一門会は、お江戸両国庭で、毎月1日から15日まで、縁額一門両国寄せを実施している。縁額一門会の事実上の定石工業であるが、 他の寄せと異なり、演楽一門会所属の話し家が日替わりで主任を務める。また、参女出演として一門以外の話し家、色物も出演しており、基本の番組編成は、落語7席と色物一席となる。2021年12月の工業は、コロナ禍の最中、工業の継続のために初めてオフィスマメカなの、全面協力のもと、特別企画、 若竹から35年結集。五代目演楽一門会冬の両国寄せ祭りを開催する。江戸の職人、将棋などを日ごとにテーマを決め、それにちなんだ演目を主任が務めた。日替わり対談ゲストに、橘立花右橘、花、高野秀幸、騎士、大師などを招き、色物を除いた出演者は、演楽一門会の話しかのみとなった。木戸瀬にも特別料金となり、 通常公業と異なった。以下、通常公演での一門所属外の主な出演者を、記す。落語協会落語芸術協会落語立川流、情報落語協会漫才協会ボーイズ、バラエティ協会その他交番順。ありがとうございます。